そう、若い頃ならもうかけずになってましたもんね。うん、ねえ、さくら、おい。食べちゃダメ。さくら。だから前の秋田はオスだったんですけど、シェパードの女の子と仲良くて。ああ、そうなんだ。でももう飼い主が楽してました。うん、運動しないで済むんで。そうね。やっぱ大型犬同士なんでね、走るのがすごいんで。ね。ね。